難易度はイージーで、なんか設定があったけど分かんないから、とりあえずデフォルトで。さあやっていきましょう、フォーザキングの時間です。びっくりした、のんびりやってるかと思ったのに。キャラ、俺キャラ、俺ついてね。キャラ誰だこいつ。うん、いいこいつ。俺女なんだけど、ちょっと待って。カリウド、学者、銀遊詩人、カジシ、カリウド、あー1,2,3,4,4 体か。9倍ぐらいになった。じゃあそれっぽくしとくか。やめとけやめとけ。カオスと棺は、ブロナ王が殺された。かつてへばらったファーネル国が荒々しいカオスに覆われ、なんかモンスターとか盗賊が出てきたね。でなんかゾウはソロモンをそのままちょっと変えただけじゃねえか。ロソモン王女はなんか号令かけて、王様殺したものを許さねえから、なんか見つけてくれやっつって、カオスの力を。はい、で我々はなんかその噂を聞いて駆けつけてクエストを始めようというわけですね。冒険者たちに任せるようなことじゃねえよな。何すんの、はいはい、ロソモンファンダルドの女王、魔術師ベイクさんが姿を消し、宮廷でブロナーが殺された。待って、読めなかった。あ、俺が操作するのね、これ。あ、そうなの。俺が作ったのね、この部屋。ウッドスモークで、ヒルデブラントを探しなさい。我らに協力できるか教えてもらえるでしょう。成功になるはカオスに立ち向かわなければ、我が国は耐えれないと。はい、クエストの目的は森のウッドスモークに出会うと。はい、行きましょう。守護の森のウッドスモークへ向かう。OK です。で、出てくの。はい。おお。あ、これあれだ、アルファさんの動くターン。あー、そういうこと。俺は今、俺チェックが5つあって4個成功1個失敗したから、多分4マス動けるんだね。あー、なるほど。123、あ、1、3ねば123。じゃあ5マスよね、最短で言っても。だから、え、どこに行けばいいんだ。右下のウッドスモークだから。あ、これか。なんかさ、なんか上の方に蜂がいるんだよ。なんかおるよな、蜂。おお、おい、うほ、ケモル魔術師、戦闘奇襲、確率低いな、戦闘。お、始まった。まあ、カリューでしょ、問題ないっしょ。え？どうした急に。え、いや、ちょっと今のこと言ってなかったよ。お、で、成功率 83% で2回失敗したんだよ。アイドルターン。いい？強くね？お前任せろ。お前2ダメージかい？おっと、お、成功。ボーン。おお、あ、これなんか落ちた。本が落ちたよ。ファーナルの通貨。え、本落ちてんじゃん。本取らんの。いや、これ本は相手の持ち物だけで手に入れる。おしゃれな膝。これあれじゃん、風呂の時にさ、頭につけるやつや。装備できたのか。お、これで終わった。終わりか。終わりかな。あ、インベントリー、インベントリー1見えるな。あれ、俺また1動ける。あ、はい。あ、1,2,3,4。おい。だから5だったから、あ、1,2、あれ5だっけ。うん。これで、ターン終了。はい。右上にターン終了があった。一番右上。あ、俺のターンか。何ですか。うん。あ、4ポイント、はい。まあ、最短距離っていいんじゃないか。はい。はいはいはい。なんもなし。これって全員揃わないとダメなのかな。で、右上これか。ターン終了、はい。また3かな。ライフプール。ほほ。おっとこけたなぁ。こけたねぇ。3、家行けるけど、一応。あー、なんかある、ね、左の。これ何これ。これさぁ。あ、フレの購入と修理だってさ。うん。今はいいんじゃないか。あ、じゃあまだか。ファイヤー、ほら、これ。全員行かなきゃいけないのか、わかんないけど。わかんない。とりあえずまぁ、あ、一応寄ったら。とりあえず全員一緒の場所行っておくか。そう、ね、うん。あ、ちょうどあれ便利。お前さ、増えた。足速いね。お前俊敏83か、速度。俺だろ、俺61やぞ。まあ、ここに行くところか、とりあえず。ここ見たからな。まあ、ここ見たからな。で、遠いなって話をして。え？あれ、場所が変わった。でここよ。まあ一応これローグライク要素あるんで。あ、戦闘とりあえず。お、俺らもいる。あれ隣接してたから。そうじゃね。なるほどね。じゃあスナイプショット、ラッキー、ラッキー。あ、ナタさんの効果で1個強制成功だった。あ、
痛いんとかだけど。待って、出血した。たまに痛そう。時々ダメージを受ける。ちょ、なさ、なさ、俺か体から紙吹雪出てる。紙吹雪出る病気になった。死でしょ。え、何このフォーカス仕様って何ダズルあるとなんだこれ。フォーカスってやつがなんかさ、自分の名前の上にあるなんか4つの黄色やつで、なんかそれを使うと確実に成功するみたいな感じらしい。見た感じね。多分だけど、そうじゃない。まあ適当にやっていいんじゃない。いや、これ、負けることない。あ、そういうことで、右クリックでフォーカスしようってなってるのね。負けることはねえ。俺まだ、プレイしないんだよ。貫通。だって俺がさ、プレイ全くしないんだよ。コイン。俺なんか、ずっとなんか俺、感染してるだけなんだけど、俺。あ、取る、分ける、スキップってある。分けるしとくか。あった。ありがとう。俺の申し合うに。で、俺のターン終了。俺のターン。はい。やらかすんな。雷ルタレツだな。4マス目でこれって見るか。ボコボコにしてやるぜ。奇襲成功しなさそう。成功失敗失敗失敗。戦闘します。俺がいないね。俺離れすぎだ。あ、分かった。なんかさ、入る前にさ、赤いなんかバッテリーが出てくるんじゃん。あそこにいると戦闘できるんだ、多分。なんで俺だけフォーカスのこのフォーカスポイントないの一個。使ったんじゃない。スタン向こうあるな。じゃあ普通にアルティア。強いな。おい、なかなか相手 HP であるな。これか。はいはいはい。逃走直回。またスタンめっちゃスペが低いね。ショックウェーブ。魔法とか、ね。うん、なんか本当に味方と一緒にいるときに味方に範囲攻撃持ってる俺。チェック関数チェック率アップさせるとか、あいやー強制アップさせるのとかがあるから、そうそう、痛い。本当に支援で。だから俺は本当に脳筋だな。物理攻撃とかの多分。いやだってマジで6ダメしか入んねえもん。でもさっきから全部チェック成功してんな。運がいいのかな。奈良さんなんか回避率上がってないと思ったらアルファが高いよな。回避率20取るわ。アルファ回避率 25? 俺11やぞ。まあまあ。野田さんだけなんかさ、攻撃力の文字が紫なんだよね。なんだろう。あ、これ魔法ダメージ。ああ。あ、この左下のこの石像いいぞ。何これ。これ、12XP もらえる。ほう、しかもフォーカス回復すんじゃん。フォーカス野田さん、このハテナ行ってみてよ、左下の。なんでもあり得るってさ。そう、これなんでもあり得る。願いの移動。はい、多分コインを入れるとなんかあるのか。あの、えげつない文字見えてますけど、毒盛りってある。毒盛り。まあ、コインもな、あったさんだったらまあ、うん、にしてもしないし。コインないとかいいと思うけど、飲んでもいいと思う。悩んでる。俺、金に余裕あるしさ、コインな。あ、そうね、ある。コインはどうなの。あ、俺が見えないコインです、チェック成功率は。いや、わかんない。俺もコイン投げるしか書いてないから。そういうことだ。じゃあ、まあ、行ってみろ。お好きな方どうぞ。どっち？コインを投げまーす。5枚目。はい、はい、投げました。あ、成功率上がった。10パー。なるほど。じゃあもう一個投げとくか。どうするこれ、ね、どこ？どこ？あ、お、成功。よかった。おお、めっちゃ強い。防御力、耐性、回避率、最大体力、最大フォーカス、フォーカス。あ、このフォーカスポイントってやつだ。名前の上にあるやつ。多分。ああ、どうしようか。どうだろうな。あ、選べるんだ。体力出しても、まあ、いいかもしれないけど。あ、回避率もフォーカスか HP じゃない。あ、回避率もいいと思うけど、あ、そこが低いか。フォーカスか回避な気がすんだよな。あ、なんでもいいよ。防御フォーカスだったら、おお、まあ、なんか問題はないだろう。いいね、なんかあ、増えてる増えてる。うん。で、もういいキャラっぽいしな。そうだね。これでと。これさ、俺一人で右へ進んでたら、俺参加できなくなるから戻った方がいいかも。ちょっと遠いねと思って。結局さ、このカオスロードっていうのを倒さなきゃいけないからさ。俺だけ関係ないんだよ。そう。俺たちが道それすぎてだけなんだよな。あ、じゃあ俺ここら辺にいた方がいいのか。あのなんか。じゃあ俺じゃあここでもうストップやんないわ。何もしんの。あの左手ぶっ壊しわかったんじゃね。でもそこだと俺一人なんだよ。ギリ。あ、俺入るんだか。ギリ入ってない。なんでこの雲。あ、左下取れるよ。奇跡像。また慣れちゃうけど大丈夫これ。野田さんあすぐ戻ってくればいい。そこだとこれ結構美味しいよ。12XP もらえる。
やりまーす。ほんとだ。ほい。おー、レベル上がった。いつのか君の偉業を語られる日が来るだろう。ありがとう。あ、これ一回書いていいか。あ、一人。さすがにそんな惜しくなかったね。なんか直近で敵来やがった。あ、5。お、早い。5進めんのいいね。あ、ここの獣、上の方のやつと戦ったら俺戦えるけど。これさ、そいつやって、さらにその上のやつぶっ越すんじゃない？多分、あれけでしょ。あ、そうね。いけるね。2回いけるね。でもステルスってあるんだけど。これ多分、逃げれるってことか。あ、そういうとか。いや、これあれじゃない？奇襲とほぼ一緒じゃない？多分。50% ですね、これ。おお。あ、どこ行くどこ行くどこ行く。いやもうすぐ近くに寄っとこうかなと思って。おい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 。じゃあの。俺は。じゃあナットさん頑張ってカオスロード倒そうね。成功率低。殺しいか。お。脳筋対脳筋。痛い。魔法ダメージですからねそれ。あ、魔術師だこいつ。うん、だから魔法ダメージだ。魔術師は本で殴ってこんやろ。強よ。斧じゃねえし、ハンマーだしそれ。しかも一人レベルアップしてるし。あれね、銅皿ね。どうする？これで俺2だったら。いや次のターン。おー。いくよー。いくぜー。え？なにこれ？試そうぜ。全フォーカス喪失。なんとなくそんな気がしたよ。くれたいいんだよ。フォーカスハンデハンデ。やるとシュシュ無理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 。左がメイジかな。カオスを使うバカ者は倒すべきだ。なんかカメラ目線なんだけど。だろうっつってみんなだろうっつって。だろうだろう。防御貫通。おお素晴らしい。おいー、うん、自分でも何したか分かんないけど、なんか強いぜ。なんでその得意げでいられる。おいす。まあ俺がね、ここでとどめさすんで。おいです、ぴったり。あ、余裕。やけどなくなった俺。お。お。おあ、ロストは使える。クエストアイテムかな。でも2個もらってるからだね、これロアストアって。お、強いよ。お、え、強くね。ナタさんこれ最強じゃない。え、これ俺取っていいの、装備していいの。で、取れ取れ取れ。俺取れてない。あ、俺は何もできない。俺も何もできない。ナタさんでしょ。お、構えがなんか。なんで原住民になってきたの。いや、構えが。なんで杖持って知能下がるの。やつらは私してありがとう。だが、やつらは多分簡単に諦めることはしない。カオスが着火したわ。我々にもチャンスはある。マイナス1カオス。TRPG みたいな、やっぱ。チェックとか。うん